どうも、ローストビーフです。ということで、とりあえずまたコメント欄から、まずマッキーさん、ありがとうございます。ノーデスは無理だったけども、30問いけた。あ、ギガント級のあれですね。もう30問いけた。あれね、サブクエちょっとおかしいよね。30問連続出されちゃうね。相当きつくなっちゃうし、でもサブクエであれ全部やらないと、ターク、あれね、進化できないんで、あれね、進化させたいところですけども。ただこれノーデスを先にやった方がもしかしたら、良かったのかなという感じはしますね。サブクエ基本的にやっぱノーデスがね、やっぱり一番難しい、のかなという感じはしますね。他のね、よくある一属性三体化、しかり、全問正解。あのあたりはまあ最悪クリスタル使えば、まあなんとかなるんですけど、ノーデスに限ってはクリスタルね、いくら使ってもできませんからね。基本的に最初のね、というかクリスタル使ってもできないんで、そういう意味ではノーデスの方が先にやった方が、もしかしたら良かったかなという感じでしますね。ただね、まあ、30問いけたということで、まあ、それぐらいの力があれば、力っていうかパーティーがあれば、ノーデスもね、まあ、普通にいけるのかなという感じがしますね。普通に解いていけば、頑張ってください。ありがとうございます。次、名古屋さん。ありがとうございます。テネブル以外のアビノーコンいけた。お!すごいですね。ってか最近すごいですね。まあ、精霊も強くなってるっていうのはありますけども、濃混でいける。あのおばさんも濃混でいけたっていうことですよね。さすがさすが。ただあのテネブル、まあ、一番05でしたっけ。あれはやっぱりね、ちょっと難しい部分はありますよね。3戦目かなんかなんかですんげえのが、いた気がするな、確か。ちょっと記憶にあんまりないですけども。あれさえ、ってか、まあ、効果力推しなんだよな。なんか、異常回復複数積みだったっけ?なんかそんな感じやった感じがするな。キシャラとかね、なんかキシャラで2体いなきゃとか、他にもね、あの辺りが、2体いなきゃみたいな。おそらくだから小鳥、前回、前々回ぐらいか、の魔導杯、で活躍したね、小鳥活躍したっていうか、ゲットできた、小鳥がね、活躍できたと思うんで、いいと思いますね。アビ濃紺。もう一応最難関クエストなんですけどね。アビスの上はまた来るんでしょうかね。ブレイダーで続いてね、まあ、アビスってきて、その次が、出てくるか、出てきてほしいところですけども。ありがとうございます。次、ドラゴンバスターさん。ありがとうございます。グリコしてたっけ、期待してたけど、セーラームーンでしたね。あ、これね、もう右上で出ちゃってますけども。これについてね、まあ後で、お知らせでね、見ていきたいと思います。グリコ。うん、グリコがやっぱ期待しちゃうっていうか、うわ、おそらく俺も正直ね、エースコラボはないけど一番期待したんだな。まあ、ただなんだかんだやっぱりグリコなのかな。まあ、次のあたりで、まあ、エヴァしかり、進撃あたりかなと思ってたんですけど、まさかセーラームーンとはちょっとね、意外は意外でしたね。ちょっと、って感じですけども、またですね、やっていきたいと思います。ありがとうございます。次、ココガンさん。ありがとうございます。バイキルトとリジュネって。あ、これ結構いつも言ってますよね。バイキルトとかね、リジュネって。バイキルトっていうのは、あれですね。あれで見た方が早い。最近重いな。バイキルドっていうのは、いわゆるこれですね。はるかで言うと、水属性味方の攻撃中アップ、さらにアップ。味方のね、攻撃力をアップさせる。これをね、一応、俺の動画の中では、バイキルドって言ってますね。他にもね、シュルファスとかもね、全属性味方の攻撃ダイアップ。こういうのをね、バイキルドって言ってます。キシャラとかはやっとね、どれだ?この辺りは強いですね。3本連続正解で、非属性味方の攻撃、極打アップとか。こういうのはね、バイキルドっていうんで、これはね、必須になりつつあるかな。これの一番究極系が7本連続、かな、おそらく。今のところ。アッカちゃんはどうだったかな。で、次、リジュネっつうのが、これ、また遥かですけども、これ、スペシャル。5ターン味方の全体、徐々に回復する。まあ、味方全体、非属性のみとかもおそらくある。あ、これ、全かな?リジュネの場合は。あるんですけども、アンサー回復じゃなくて、で、あと SS 回復とも違くて、毎ターン徐々に回復してくれるっていうやつで、これがね、実はね、SS 回復よりももしかしたら強いのかな?上位互換、かなという感じはしますね。
SS 回復だとね、1回だけなんですけども、リジナルの場合は、毎ターン、この場合だと5ターン、回復してくれるんで、非常に強いっていうか、ボス戦ではね、ありがたいぐらい、強いですね。まあ、これがあるから、まあ、アンサー回復ね、そんなつまず火力で、いけるっていう部分は、あるのかなという感じがします。ただ、これの場合だと、異常回復はね、解除できないんで、まあ、それはまた別に持っとかなきゃいけないんで、まあ、ちょっと、被っちゃう部分はあるんですけども、強いですね。うん、バイキルとリジネ。まあ、この辺はもう必須ですよね。まあ、おそらくもう、そんな関係なしに持ってると思いますけども、ガンガンね、入れていきましょう。あれ下手にね、なんだ、その 1.8 倍っていうか、非分散、を入れてる場合は、特にバイキルとは非常に重要かなっていうか、絶対ね、入れた方が、いいぐらいですね。ありがとうございます。次、動画の方で、サトシさん、やられます。またセーラームーンと。まあ、またセーラームーンなんだよな。もうこればっかりはね、ちょっとあれだよね。前もなんか言った気がするけど、まあ、女性向けのやつやってる時は、やっぱり男性が、ちょっとな感じになっちゃいますね。おそらくね、このセーラームーン期間中は、おそらくセーラームーン、しかやらないでしょうから、ちょっとね、この長い期間ちょっとね、っていう感じは続いちゃいますよね。男性ユーザー、の方は特に。まあ、普通にね、まあ、報酬欲しいっていう場合は、まあ、あるのは別ですけども、ね、スザクとか、あっちの他のね、あれのだったキャラクターが。ただ、まあ確かにそういう意味で今までは男性向けだった。けど女性向けもいたよ。どっちなんだろうね。別に全員がね、可愛い女の子っていうわけではないですからね。まあ、セーラームーンも確かにまあ、男っていうかね、まあ、いるにはいるけど、もう絵柄が全然違いますからね。男受けは絶対しないような、感じの絵柄ですから、ちょっとね、きつい部分あると思うんですけども。とりあえずね、やっていきたいと思います。ありがとうございます。で、最後にツイッターの方で。磯崎元樹さん、ありがとうございます。ギガントは最後、復職祭り。あ、そうなんだよな。基本的に高難易度の場合は、なんだ、普通のね、道中もきついけど、ボス戦は特に、復職2職ばっかりになっちゃうんだよな。特にやっぱりなんだ、道中、復職、単色ばっかり踏んでると、累積なんだよね、おそらく。なんで、ボス戦で復職いっぱい、になっちゃうんで、おそらく道中、復職、潰した方が、ボス戦、復職少ないのかな、っていう、感じはしますね。ただ逆に言うと、変換、いらないのかな、っていう感じはしますね。もう、必然的にね、復職きますから、ね、そういう意味では変換いらないプラス、まあ、見破り、入れた方が、圧倒的に安定するのかなという感じがしますね。もう復職来たからね、変換しても意味ないですからね、もう基本的に、特に3色っていうのが、ね、来た場合はもう変換とかも関係ないですから、そういう意味では、見破り、ガンガン入れていきたいなというふうに、思います。ということで、皆さんコメントありがとうございました。ということでもうセーラームーンって言いますけども、もうセーラームーンかな、見てみましょう。なんかちょっと不具合があったらしいんですけど、もう治ったらしいんで、まあいいでしょう。黒き月の侵略者ということでね、今まで、てか、まあ、前回にいなかったこの、チビウサって言うんだっけ？ミニウサって言うんだっけ？これ前回確かいなかったよね。この子はね、新しく出てくるっていうことで。書いてありますね。セーラームーン、コラボレーション再びっていうことで。新たなセーラー戦士を加えたセーラームーンガチャも登場と、なかなかいやらしいですね。なるほど。で、クリア報酬。エスメロード。ルベウス。もう、はっきり言ってよくわかんないよね、この辺りは。少女漫画風ですからね。あ、これはちょっとかっこいいね、これ。黒月級？黒月級っていうのかな。邪国級。ワイズマン。ドットワックじゃんか。黄色ってことは赤か。なるほど。ただね、今まで通りステータスが書いてないんだよね。今まで書いてたんですけどね、急に書かなくなったんで、ちょっとあれですけども。で、今まで通りっていうか、前回にはなかった、専用潜在化解放アイテム、がまた出てくるっていうことで、なるべく、なるべく、集めていっていきましょう。んでね、なんか進化できるらしい。つうのは、これセーラームーン。
前回もらいましたよね。これ、ヒブンさんの。これが、今まで、SS だったんですけども、これがね、今回の、黒月級が、これをクリアすると、L に進化するということで、なるべくっていうか、絶対に、やっていた方が、いいかなという感じがしますね。敵全体、ヒブンさん。と、ダメブローじゃなくて、無効化もあるんで、これは非常に強いですね。普通にイベントでも連れてくるし、ヒブンさんなんでね、魔導杯、てかトーナメント、でも使えるんで、極力取っていきましょう。まあ、つったところかな。なんかね、これあと、レジェンドの、あれ、前回のね、あいつが、なんかレジェンド化するとかあるんですけど、まあ、持ってないんで、まあ、いいでしょう。つうことでね、ちょっと迷ったんだけども、ガチャ一回だけますか。本当はね、回したくないんだよな。ぶっちゃけると。グリコ来てたら、ちょっとね、複数回回そうかなと思ってたんですけど、これはちょっと複数回いらねえな。うん、てか、ショコタン、まだやってんのこれ。まあ、ショコタンはまあいいや。こんなおばさんみたいなのいたっけ？よくわかんない。まあいいや、これなんかチビウサがね、今回当たり、らしいんで、これか、これがおそらく1万の当たりなのかな。ならしいんで、まあなるべくこれを当てたいところですけども、まあ無理でしょう。まあとりあえずね、まあ10連とかないんで、もう1回、回したいと思います。前回なんか黄色のやつだったの。赤、うわ、なんかもう嫌な感じがするな。結局こうなんだよなぁ。これ強いのこれ。解除攻撃か。ちょっと使うかな。開けたら、非戦士か。まあ、そこまで無駄ではないのかな。まあ、会長なんで、魔導杯、どっかで使えればなぁという感じはしますね。これでおそらくガチャのやつは、今回の手に入るやつで、覚醒できない？できる？あれ、どっちかな？ちょっとわかんないわ。まあいいや、できなかったらもう、これはもういらない。ということでまあ、ガチャもね、気をつけましょう。こんなのばっかり出てくる。本当に出てこねえな、最近。まあ一回だけ回してね、なんだ、一番レアなやつ出せっつうのもおかしな話ですけども。ただ結構回してるぞ、期間的には。一回ぐらいはね、そろそろもうまたね、周回的に出てきてほしいところですけども、まあしょうがない。ということで、セーラーム、やってる、復刻の方、てか前のやつもね、一緒にやってるんで、そっち、で、タキシド仮面も手に入るらしいんで、またね、あっち手に、もうちょこちょこ手に入れましょう。そのと、新しいね、完全な、新作があるんで、まあこっちはおそらくメインで、やっていった方がいいのかな。で、まあ、コラボガチャ。ただ、これはあんまり回さない。まあ、個人的にはあんまり回さない方がいいかな。ちょっとね、あれですから。で、あと、L 解放。ね、この、左側のね、お姉ちゃんが、L 進化するんで、新しいのね、やつやっていきましょう。通お知らせ。でした。